皆さんはライブラリーサイエンスという言葉を聞いたことがありますか？ライブラリーサイエンスはこれからの時代においてビッグデータ管理が重要となることを背景として生まれた新しい学問分野です。 ICT 環境の発展と法令や流通の変化、国際化の進展に伴って情報の管理・提供に関するさまざまな課題が生じています。ライブラリーサイエンスはこうした課題に対して図書館情報学、アーカイブズ学、情報科学、情報法制、学習科学などの学問分野を統合することで解決を図り、ユーザーの視点に立った情報の管理や提供の在り方を探求しようとする学問です。今回は九州大学大学院統合新領域学部ライブラリーサイエンス専攻を紹介します。ライブラリーサイエンス専攻は大学院統合新領域学部の一専攻として2011年に修士課程が発足しました。2013年には博士後期課程が発足し、現在入学定員は修士課程10名、博士後期課程3名となっています。ライブラリーサイエンスはこれからのソサエティ 5.0 for SDGs 時代において重要となるビッグデータ等の情報の管理やその利活用に貢献する新しい学問分野です。それは単なる情報技術だけではなく、リスク管理やプライバシーなどの問題、社会の動きなど多様な観点からデータの利活用を検討することを目的とする新しい学問分野です。そしてそこから新たなイノベーションを作り出し、データの利活用を通じて社会のさまざまな問題を解決することを目指しています。藤岡先生はどのような方針で教育をされていらっしゃいますか？はい、私が主に担当しておりますのは、そうした文書記録をですね、利用者の方にどのように公開していくかという、まあ、そういうサービスの問題です。もちろんそのどういうサービスを提供すればいいのかとこういうことが主になるわけですけれども、一方でそのアーカイブズの在り方というのはですね、社会の在り方などあるいは考え方に大きく左右されるところがあるわけなんですね。単にサービスの提供の仕方だけではなくて、じゃあ社会の中でアーカイブズはどうあればいいのか、そしてこれからの社会のためにアーカイブズはどう貢献していけばいいのかとこういうこと、まあ、そういったことも考えるとこういうことを私の研究指導方針としております。データのオープン化を進める上で重要なのは、ユーザーの視点に立った情報サービスとサービスを提供するデータ管理専門職です。ソサエティ 5.0 においては、構造化されたデータだけでなく構造化されていない大量のデータをユーザー自身が能動的に相互利活用するようになっていくことが見込まれ、それを可能にする情報サービスが重要になってきます。そしてそのようなサービスを実現するには、データそれぞれの性格を見極め、データの適切な管理提供ができる人材が必要です。データ管理専門職は情報の信憑性や信頼性を保証する専門職として、その需要が急速に高まっています。ライブラリーサイエンスは知の創造・継承、継承された知に基づく新たな知の創造という知の創造・継承サイクルを維持・発展させるための科学的方法論です。ライブラリーサイエンス専攻では、知の創造と継承を支える基盤としての新しいライブラリー像を一緒に作る人を求めています。富浦先生はどのような方針で教育をされていらっしゃいますか？はい、これはなかなか難しいんですが、ライブラリーサイエンス専攻というのは複数の分野が、集まって、できていると言いますか、学生はいろんなことを学ばないといけないわけですね。
例えば私は情報科学の立場で参画しているわけですが、情報科学を専門とするような専攻の学生が学ぶ量と深さと同じだけ学べるかといいますと、そんなことやってたら3分野あるわけですから、とても2年間で修了というのはできないんですよね。なので考える力ですね、自分で学べるような力を養うと、まあそういうつもりで、教育はしております。ライブラリーサイエンス専攻の修士課程では、情報の管理提供の実践の場で活躍する人材の養成を目指しています。博士後期課程では、情報の管理提供に関する課題を同定し、解決案を提案できる人材、つまりライブラリーサイエンスを進化発展できる研究者の養成を目指しています。本専攻は大きく分けると、図書館情報学、アーカイブズ学、情報科学の3分野が柱となっているため、カリキュラムではそれぞれの分野に関連する専門的な内容の講義を提供しています。分野をまたいだ幅広い知識を身につけるとともに、学際的な思考力を養うことができるようになっています。本専攻のある統合新領域学府という名の通り、学生の皆さんにはここで学んだことを生かして、既存の分野を統合し、新しい分野を切り開いていってもらいたいと思っています。これを実現するために、ライブラリーサイエンス専攻には、九州大学のさまざまな分野の教員が参画しています。現職の大学図書館職員が専任教員として参画していたり、記録管理の業務に携わる民間企業や公共図書館、大学図書館の館長経験のある方を非常勤講師として招くなど、より実践の場に近い方から得られることも重視しています。さらに修士1年生の夏休みにはインターンシップを通して情報の提供と管理の実践の場を経験してもらうことで、それらに関連する課題を見つけてもらうようにしています。石田先生はどのような方針で教育をされていらっしゃいますか？はい、私 の, 教育方針としては、ここのライブラリーサイエンス専攻が複合分野ということもありますので、いろんなバックグラウンドを持った学生さんが来ると思うんですけれども、一つのことを深く知っているということももちろん重要なんですけれども、いろんなことを知っているということは、その幅広い視野を学生持って研究に取り組んでもらえるようにしたいなというふうに思っています。本専攻のカリキュラムですと、私の専門とする図書館情報学だけではなくて、情報科学、それからアーカイブズ学、記録管理学などがありますので、そういったさまざまな分野を学んでいただいて研究に取り組んでいただきたいと思っています。また研究を、他の分野の人に話す機会というのも出てくるんですが、こうそれをその正確に伝えるというのはなかなか難しいので、コミュニケーションとかという能力も鍛え身につけてもらいたいなというふうに思っています。特に修士の学生さんにはですね、経験としてもいいので国際会議等で発表してもらったりすることをお勧めしています。そういうことで広い視野とそれから経験というようなものを持ってもらえるといいかなと思っています。ライブラリーサイエンス専攻を選ばれたきっかけは何だったんですか？はい、私はもともと学部でこう理系であるとか文系であるとかっていうことにこだわらない学習をしていまして、大学院にじゃあ今進学するとなった時に、例えばその情報系とか、まあ、あるいはそのなんていうんですかね、文学系とかっていう、なんかこう一つの部分に絞って何かを学習するっていうことに、まあ、ちょっと違和感を覚えまして、こういろんな知識をこう複合的に使える人っていうのがこの世の中には必要というか、まあ、自分はそういうことができるんじゃないかなっていうふうに思って、
いろんなことをこう多角的な視点から学べるこのライブラリーサイエンス専攻っていうところに惹かれて、はい、入学を決意しました。何か技術を学ぶということになると、例えば情報系であればそのプログラミングのコードの書き方であるとか、それでどういうことができるかっていうことにだけこう焦点が合ってしまうと思うんですけれども、ライブラリーサイエンス専攻ではそういうじゃあものがありますってなった時に、じゃあそれを使う側の人はどういうことを知っていないといけないのか、それに関する法律とかはどうなっているのか、学んでみて、あ、これってやっぱ関連があったんだとか、そういうことにつながるようなことっていうのを学べているかなっていうふうに思います。いかがでしたか。ライブラリーサイエンス専攻では毎年学外の専門家を招いてシンポジウムなどのイベントを実施しています。イベントの一部は YouTube でも公開していますので、ぜひご覧ください。また毎年刊行しているライブラリーサイエンス専攻年報では、教員や学生の研究紹介、イベントの開催報告など専攻のさまざまな取り組みを紹介しています。付属図書館のホームページからダウンロードしてぜひご覧ください。